です。はい、第11回目となりました東大戦。今回は一体何人の方が来てくださるのでしょうか。ちょっとここは暗いので、明日の明るいところに移動したいと思います。はい、下がって下がって。いいかな？せーの。はい。いや、一回やってみたかったんですよね、これ。ロケができるようになったので、最初のワープ。多分これからもたくさん使っていると思いますんで、皆さんもやってみ。すっげえ面白いから。まずは、スターさんかな。スターさんと一緒にやってみようかしら。はい、どうぞ。ね、絶対面白いでしょ。ということで、はい、次回はスターさんと一緒に撮ってみたいと思います。はい、他にも皆さんね、誰か教えてください。誰を飛ばしてほしいか、ね、教えてください。はい、ただし、会社の上司は固くお断りします。はい。というわけで、第11回、スペースシャトル修羅場として、スーパーストリートファイター 2X 東大戦、どうぞ。はい、始まりましたね。第11回、はい、東大戦。今日は、関東から、友田さんと、はい、真由村さんと、阿部民さんが来てくれてますね、はい。ありがとうございます。本当に嬉しいです。はい。さあ、先方は、ギックスさんの竜と、丸山さんのチュンリー。来ましたね。あ、竜チュンリー。さあ、激アツですね。合格カード、合格カード。合格カードですか？激アツじゃないんですね。さあ、リンピックね。先列溜まってからは難しいぞ、これが牛側が本当に難しいですね。そうですね。砂漠手段をいくつか作ってないと、やっぱこうなっちゃうんですよね。まずは丸山さんが1本。はい、第2ラウンド。準備が溜まる前に何とかしたいですね、はい。そうですね、竜は、竜の心理はそうですね。まあ、理想ですよね。でも溜まっちゃうんですよ。画面端は地獄なんでね。地獄ですね。はい、本当なんもできないですね。中和するだけで地獄ですから。そうなんですよね。竜も真空を持っていたけど、おっ、強く投げ。強くですね。おっと投げて。これは、次は、おぉ、投げ出た、うん、さあ、勝ったのは丸山さんの心理。はい、2番手はグッサンの種類ですね。はい、竜中、はい、またもや竜中に続きますよ。これでまた竜が負けてしまうようならば何を言われるかわからない。ダイヤ通りですけど、そのことはないと思うんですが、ここをなんとか竜勝ってほしいところですよ、僕としては。さあ、ゲージ回収して、お互いまだゲージが下がっていない。詳しい、体力的にちょっときついか、これは。そうですね、ちょっと厳しいですね。この取り囲みなんとかしたい。さあ、真空、投げ返す。まずは丸山さんが一本。はい、強気。そうですね、実はフリープレイ、昨日ぶっと 30本ぐらい竜チュンリーやってましたね。勝ってほしいですね。個人的な感情なんですけど。辛いぞ。自分とやってないから勝ってほしいですよね。そうですね。さあ、大パンケーキックピヨンってしまった。入らないが、小生協は繋がんなかったか。さあ、対空戦列、勝ったのは丸山さんのチュンリー2連勝。はい、3番手はチャラオタンの X ブランカですね。はい、分かんないですね、これは。まあ、多分チュンリー有利は間違いないと思うんですけど、ただまとわりついた時がすごいチュンリー苦しそうにいつも見えるんですね。そうですね、厳しそうですね。まとわりつきさえすれば、うん、まあ、結構いきそうな感じなんですけど、やっぱり気候と戦列のバリアが相当相当そうですね。そうですよね。さあ、噛んでブランカペース、こうなるとチュンリーがきつい。バックジャンプ初期で戦列溜まる前に何とかしたい。そうですね。やったー、おっと、クラッシュ、押し返してください。こうなるとブランクはきつい。厳しいですね。どうする、どうやって近づく、おー、スピードを外してしまった。フォローが速い。まずは丸尾さんが1本。スピバの後のフォローが速かったですね。速かったですね。あれすごいですね。すごかったですね、今のチュンリーさん。よくあったんですよね、あれ。あれ結構暴発しちゃうんですよね。ありますね。飛行機でボタンを押し間違えちゃうんですよね、結構。はいはいはい。はい、
まあ、勝手に出るっていう噂もあるんですよ。触っちゃうんですよね、多分。多分触っちゃう。さあ、ごちゃったところに。さあ、サッカー、チュンリー様うまいぞ。完全にチュンリーペース。対抗置いてありますね。置いてありますね。さあ、引き付け中堅勝かな。さあ、投げる。勝ったのは丸山さんのチュンリー、3連勝。はい、4番手はレジェンドの X2 ですね。あ、今日3回目のリュウチュンリーですよ。いい加減リュウは勝てないと。ですね、ここでチュンリー勝ったらもう、何を言われるか。さあ、ここはなんとしても止めてほしいですね。そう、乗っているチュンリーですから。乗ってるチュンリーなかなか止めるの。止めるのが、やはり乗ってる。さあ、厳しい。こうなると竜はやることが限られてしまう。おーっと、だから受けた。わかんないぞ。あ、投げ返しがさっきから咲いてますね。咲いてますね。投げ上手いんですよ。うまい。相当うまいですね、これ。はい。さあ、マネオさん乗ってるぞ。開幕は下がっての芸術返しですか。そうですね。地蔵さん。あ、やはりでも芸術返し。さあ、レジェンド、芸術返し。さあ、お互い先にどっち止まる。さあ、先に止まったのは丸山さんのチュンリー。さあ、こうなると。さあ、めくり渡らなかった。うわー、勝利、最低のレジェンド。さあ、中足。さあ、昇竜拳渡らなかったか。さあ、投げてレジェンド渡る返す。さあ、ラウンド3、レジェンド踏ん張る。お互い開幕強気。だからリスクがでかいのは龍。全然ありだと思いますね。あるんですけど、裏の裏ですね。ですけど、なかなか打てないですね、僕は。そうですね。さあ、ここから試合が動くぞ。さあ、真空が行きました。レジェンド真空鎖国。まだわかんない。勝利、強気だ。勝利。さあ、端っこに行くぞ。やばい。うわー、だった。さあ、レジェンドも止めた。はい、ワリケ、はい、2番手はワリケさんの話ですね。さあ、牛ホンダ、まあ、これは僕でも知ってますね。牛ですね。あ、ホンダは相当厳しいですね。どっかで飛びを通さないと絶対に勝てないという話なんですけど、やっぱり上手いホンダはやっぱり垂直とかで散らしてくるんですよね。意外と龍が対応するのは難しい。そうなんですよね。さあ、さあ、前ジャンプが冴えている。まずはワニケさんが1本。ワニジャンプ炸裂、あれが怖いですね、龍は。そうなんですよね。かといって待ってるとハリケで削られるという。陣取りがやっぱり重要ですね、これね。そうですね、やっぱりいつでも下がれるスペースは取っておきますね。はい。さあ、1回離すと龍だぞ。さあ、強気の昇竜。強気ですね。強気ですね。レジェンド昇竜。はい、ありがとうございます。来るときに話してたんでね、やっぱりそれを意識してるかもしれないですね。さあ、対空。さあ、こうなると本田は、かなりきつい。そうですね。あ、ちょっとこれは削るか。さあ、シンクル削って、上りジャンプ大キック。レジェンドが取り返した。開幕しゃがみ中パンチ、張り手潰しましたね。潰しですね。さあ、やばいぞ。こうなると竜はやばい。やばい。さあ、どうすくヒット。さあ、ゴーウィン、受け身は取れなかった。これはピンチ。あーっと、最後は続きで勝ったのはワニゲさん。はい、5番手は ZTP さんの残儀ですね。はい、あー、来ましたよ。せっかく来てもらったんですけど、伊藤さんが唯一避けている顔。これは厳しいですね。これはでも、グンデさん曰く7点後はいけるという話を聞いたことが。そうなんですかね。いける要素はあんま見えがらないんですけど、まあ。グンデさんの探求熱心なので。まあ、確かに、グンデさん確かにね、勝ってますね。結構勝ってます、ね。はい、さあ、ZTP さん動きが切れてるぞ。うわー、リバーサルは出てるが、そのまま吸っていく。ダイヤを覆す結果になるのが、ね、力強いですね、Z さん。力強いですね、これ。グッと。さあ、一回使うんだ、ないぞ。これは、ちょっと、本番は、ピッチ。こうなると、ダメ。Z さん、力強い。さあ、ザンギ、これを守るか。こんなの結構厳しいか。結構厳しいですね、これ守らないですかね。さあ、さすがにきついから。ああ、スクリューで勝ったのはゼットさん。
はい、3番手はベイヤークのエスケンですね。これどうなんですか。このカード、まあでもエスケンだと思いますね、多分。うん。さあ、スクリューが入る。さあ、画面端は結構難しいぞ。ちょっと、真央さんが目の前にいて何も見えないので、すいません。さあ、冷静できますね。さあ、僕は返しづらいのでは。もともと S は強いですよね。強いですね。で、ダンよりもともと体調があまり優れていない。そうです、早いんで。コンビナーありなんですかね。ありかもしれないですね。ラムダイパーのセンターに。さあ、回復になっている。僕もたまにあるんですよね、ダンスだけど。あれ、何がもう外してるんですか。あれ、ラリアットです。あ、ラリアットがもう外してるんですか。うわー、あー、やられたー。レッドさんが取り返したさあ、今のずっときうまかったですね。うまかったですね、あれ。はい。ね、いい方で働いてみればいいんですよね。大概は波動で空中膨らみしてダウンするというね、悲惨なものになるんですよね。さあ、ここまでは。さあ、ジャンプ対戦です。めくるガードはラリアット。受け身が取れない。タイムドライバー。さあ、何度かしのいだ。さあ、しばらく刺さる。これ端っこ。さあ、5分ぐらいか。さあ、ダイヤしてリード。あと叫んでいるわ。熱いぞ。これは熱い。冷静に。冷静だが、冷静なのか、本当に。さあ、怖い。怖い、これで怖い。さあ、うまい、立ち返せるんだ。あれで返せる。うまい。勝ったのは Z さん、2連勝。はい、4番手は強襲ダルシムですね。はい、ダルシム番的にはダルシムでしょうけど、これ大会はどんなに強いダルシムでも結構負けますね。そうですね。プレッシャーが相当きついと思うんですよね。一回捕まると死んでしまいますからね。プレッシャー半端ないと思いますよ。さあ、危ないぞ。さあ、テレポート。テレポート。うまいぞ。いいものを見せていただきました。あー、全弾ヒットは痛い。まず当たりじゃない、よかったのだな。さあ、まずは教授が一本。地上インフェルノは痛すぎる。痛かったですね。さあ、ダイヤシュうまいぞ。近寄ってからですよね。そうですね。近寄るまでが相当しんどそうですね。3割ぐらい残して近寄れば多分いける感じですね。そうですね。さあ、やべえらい。ここまではダルシュンペースだが。さあ、ワンチャンで持っていかれるためにね、ちょっとこれは残念なことも。ダルシム、うわっと、何をするした今。すごいですね、今の。何あれ。さあ、ダイズが強い。さあ、どうなる。わー、ダイズ勝ったのは教授ダルシム。はい、6番手は福さんのエクストラですね。これ熱いですよ。あ、そうなんですか。これは熱いですよ。本当に熱いですね。さあ、お互い端っこではめれるんですっていう。あー、サイコマジックですか。はい。あーと、あとダルシムはフレーム切換とかですかね。フレーム切換ですね。あ、まあ、無理しない時もあるんですけど、ドリルが結構ほぼはめに使って、うん、あー、さあ、投げが返せない。こうなると本当に、あー、ムスター、あー、わかんないぞ。最後は冷静にカッチューキック。教授しっかりフォロー。フォロー、お見事ね。そうですね。さあ、ラインラウンド、目が逃げる。バックジャンプでキック。さあ、浮いてしまった。やばいぞ、めくりが分かんないぞ、ダルフ。あー、めくりが分かんない。ミスター、これはでかい。これはでかいぞ。さあ、体力でキック。ヘッドプレスからホバーで、このベガ、ホバーがうまいんですよ。本当にうまいスポットから飛んでくるんで。そうですね、なかなかガードできないですね、あれは。さあ、最後ヘッドプレス。さあ、1さんが取り返して、逃げるのが安定なんですかね。そうですね。さあ、最後潰している。さあ、ビヨッてしまった。さあ、勝ったのは福さんの目が。はい、5番手は沢田さんのエクスカミですね。はい、今、ね、ゴムゴムという声が聞こえましたが、ゴムではないのでベガーですね。ベガー優だと思うんですけど、やっぱりこの離れてる時はキャミが本当にね、あ、ベガー動かして捕まえたい、はい、こうしたいんですよね。ここから多分なんとかしようという感じなんですけど、あ、ここまでは完全にキャミペース、キャミペースですね。さあ、空中だけうまいですね。狙ってましたね、多分。狙ってましたね、
さあしっかりガードが硬いぞ。対空に困っている様子ベガン。さあスパイラルを打っていく。まずはダブルノックオン。これも開幕バッキーなんですね。やっぱり開幕離れたいんですね。ああ、ガミーが近づきたいところなんですね。ああ、さあ中パンチでさあフーリガーは許さない。中台で離して、しっかり削って離れての繰り返し。さあ、さあハイモールがそれを許さない。さあ最高ヒット。ダスギル、あの大キックが、ね、あれが重いんですよね。ダスギルって言いますからね。そうですね。さあ福さんが取り返して、ダンスリー。さあ開幕前ジャンプ中パンチ。わあ惜しい。さあ、さあ踏み込みがすごい。相当踏み込みましたね。すごかったですね。3メートルぐらい行きましたね。3メートル、3メートルでどれぐらいか分かったですけど。さあ上手いぞ。さあナイトメアもしっかりガードしている。冷静すぎるぞ澤田さん。おっとさあホバホバ下がってしまう。ああ投げられた。これは危ない。まだわかんない、まだわかんない。さあどうする。さあスパイラル足だけ感覚が今の。おわっと読んでる。さあわかんない。うわ熱い。うまい。さあ投げられた。投げ返す。勝ったのはフルサナメが2連勝。はい、6番手は小池くんの X がですね、今ガエル有利と言いましたが、ね、はい、まあ、勝負してほしいですね。さあ勝負してくれるでしょう。さあめくりが刺さる。さあ受け身取れなかった。さあめくりのガードはこれはでかい。よくガードしましたね今。さあダブルにが刺さる。それがさあ玉で返せない。玉が当たんない。さあ自ら有利と発言してプレッシャーをかける小池くん。正解は 何だったんですかね。あれはあれはね、ニーバズーカで逃げるしかない。ニーバズーカで逃げるしかないんですか。スラストだとね、まあ相打ちで一応投げれるんですけど、あの体力だともう相打ちも、そうですね。あそこはニーバズーカが正解です。そうなんですね。やっちゃうんですよあれ。わかりますね。前ジャンプと見分けつかないんで。あさあ、あれ返した。さあ、あれと。めくりはいけなかったか。いけなかった。これも痛い。さあ、ここまでリードは、福さんだが踏んでしまった。だからナイトミアを持っている以上、ちょっとこれは。そうですね。こういうもあまりできない。さあ息が詰まる。さあしっかり対応。ダウンを取った。さあここがリードしたぞ。ここでどうダメージを取るか。もう寄られると本当に危ない。ソニック。時間があんまりない。わあめくり。小池君が一斉取り返した。強引めくりから第3ラウンド。ラウンド3。空振り。中大キック。あれ安定しないですね。あれ難しそうですね。裏剣なんですけど、裏剣空振るとホバーもらっちゃうんで。うわ、痛いっすね、今。これ痛すぎる。さあ、泣いた目はガードした。さあ、ダブルサーバーパラス。ガードして勝ったら、福さんの目が3連勝。はい、何か言ってますけど、それでは始めてもらいましょう。7番手、アベビンさんの、そうですね。さあ、今日は遠くから来てくれました。なんかやってる姿勢もすごい可愛らしいですね。そうですね、癒されますね、やっぱり癒し系ですね、阿部美さんは。さあ、ドスコイに5段。まずは福さんが1本。さあ、仕切り直して第2ラウンド。はい、おー、しっかりダンプ。ダンプは許さない。削り、でかいですね、あれ。でかいですね。さあ、もう6割減っている。おー、すごい。さあ、ここがすごい。ここがしまったか。さあ、めくりは許さない。客観が判定した。しっかり対応。さあ、しっかりしている。おーっと。さあ、最後は客観に削りですね、多分。はい。さあ、ベビンさんが取り返して。ポイント。難しいんですよね。そうですね。めくりがそのピッチに聞いたんですけど、はい、ちょっと分からないらしい。あ、分からないですか。じゃあそこをダウンを取ればなんですけど、まあ、そう取れないですよねこれも。さあデビルリバースガード。お、腹で。さあ鈴木が対空になっている。さあ取れない。さあリバースだけ強気。バルディル。
うわー、強くなるよ。あー、熱い。勝ったのはレミンさん。はい、7番手はミヤミヤさんのエクシリですね。はい、はい、リュウホンダ今日2回目。さあ、レミンさん強いんですよね。これまた流星上手いんですよ。ですよね。よく勝ってると思いますもんね。そうですね。僕も大会で負けたことあるんですよね、アベミンさんに。はい。これはすごいですね。さあ、対空勝利は出なかったが、さあ、ここまでは、ミヤミヤさんペース。さあ、リュウは全然 OK ですね。力が入っている。さあ、大勝利で暴発してしまう。うわあ、危ないぞ。鈴木が当たる。とにかく当たる。さあ、技が当たる。うわあ、集客さん、全部当たる。リバーサル投げで勝つ。まずは、ミヤミヤさんが一本。最後の最後に呼び負けたが、すごい、この当て感。すごいですね。これはいわゆるあれ関連ですね。当て感すごいですね。やばいですよ。さあ、画面端は結構しんどいぞ。鈴木が早い。鈴木がさっきから。ヒットしまくってます。モニターが速い。さあ、技が全部当たりますね。当たりますね。頭突きが 1.5 倍得ですよ、これ。これが怖いですよ、アベミンさんは。本当に。本当に速い。しかも、メモリが細かいような気がする。そう、読みにくいんですよね、技の打つタイミングが。はいはいはい。ちょっと人と違うんですよね、アベミンさんは。さあ、リュウも相当警戒してます。はい。さあ、前ジャンプが上手すぎる。うまい。うわー、通ってしまう。うえ、これはさあ、リュウはちょっと。そのままいやー、勝ったのはベビンさん2連勝。はい、8番手は田坂さんのキャビンですね。これは確かキャビンの、まあ、全然本当ですね。これはこれはあ、しっかり見てる。フォローもしっかりしてますね。このホンダしっかりしてますね。さあ、張り手削りは連打だ。タタタタ連打がすごいですね。すごいですよ、本当に。タタタタしっかりしているこのホンダ。しっかりしてますね。さすがですね、阿部美さん。本当に強い系のホンダですね。阿部美さん強い系ですね。タタ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 っていう音でリズムを作っているような。そうですね。どっかの茶色い竜みたいな。僕は不器用ですからね。それはどうかな。さあ、めくりはヒット。さあ、田坂さんが取り返す。チチチチですね。さあ、ラウンティやっぱ、田坂ですよ。もう、その、はい、一発勝負だと結構熱い展開になりやすいですね。そうですね。さあ、キャノンでしっかり割り込んでいる。さあ、めくりから大勝で。さあ、ピオリチ。さあ、次で勝ったのはアベミンさん3連勝。はい、9番手は花山さんの勝ちですね。さあ、リュウホンダが今日3回目ですか。のホンダの、さあ、このホンダ流星やばいですね。さあ、大昇龍が当たんない周りだったか。あっという間にリュウの体力がない。こうなるとリュウも結構厳しいですよ。すごい。さあ、仕込み勝利が漏れたか。本当にリュウ優位なのかと見えてくるぐらいの。見てる感じだと、なんか近いと思うんですけど、全然近くないですからね。実際は。さすが8人ぐらいありますからね。それぐらい。さあ、飛び込んできたところに腹で飛び込み返す。おい、いける。アベミンさん覚醒してるぞ。これはすごい。強い。すごいですね。強いの一言ですね。リュウはあれをやられるともう、なしすぐなしですね。はい。さあ、ドスコイには少々龍。一度離すとリュウペースタが見ていて腹がありますね。そうですね。ボディが本当に若干上がる。上がる。さあ、リバーサル少々龍超強気。うわー、やばいぞ。さあ、ちょっとこんなところに中継ですね。勝ったのはベミさん4連勝。さあ、10番手プリンさんのエクスチュンリーですね。さあ、もう10番手まで来ちゃいましたよ。どこまで4連勝で猛攻で。さあ、一瞬で画面端。さあ、画面端は結構厳しいぞ。さあ、どうする。一応作業がプリンスは本当うまいんで、それ期待ですね。これ我がチームとしては、はい、なんとか止めてほしいところですよね。さあ、対空相打ち。何でダウンしたのかよく分かんない。さあ、戦列をガードしている。うわー、ゲームソンガードすごい。技が当たる。さあ、怖いぞ。どうする。さあ、分かんない。さあ、対空で勝負。さあ、どうするんだ。さあ、ゲームソンジャンプの
張り手が刺さってましたね。ましたね。まずはウェディングさんが一本、はい、さあ乗ってるぞ。ひょっとして回ってくるのが向こうや。これは覚悟しなきゃいけないですね僕らは。なんかまだ、ね、さすがですね。やっぱり関東からの刺客やばいですね。やばいですねこの本当に、はい、さあプリズム回ります。ウェディングさん5連勝副賞まで来てしまいました。みんな強いですね。さあ、ウェビンさん、めっちゃ覚醒してますね。ちょっとこれ、チューブにもホンダ欲しいですね、これ。欲しいですね。ホンダがいないんでね、チューブは。そうですね。はい、ちょっと、ウェビンさん引っ越してきてくれませんかね。そうですね。なんとかそこを、なんとか引っ越してほしいですね。ちょっとツーライフ楽しいですよ、これは。DJ バルだけじゃないんでね、チューブは。はい。そこにぜひ、ホンダも、はい。そうですね。さあ、ここまでは、伊藤 DJ。完全対応だが完璧ですね。これは一度捕まればですけれどもなかなか出せない。それが伊藤さんです。ですよね、やっぱり打ち込みうまいですね。フェイントに飛んでますからね。球打ちがうまいですね伊藤さんは。ちょっとでも破いたらもう離れますね。離れますね。時間たっぷり使ってます。使ってますね。さあもう待てば盤石ライト DJ。 盤石ですねこれは。開幕バックジャンプ、バックジャンプで無理だ。さあこっからだ、こっからだ。さあどう離す。さあ乗ってしまった。ギリギリ当たんなかったが、さあおっといったガードした。さあここも入って、バックで切り返しましたね。お前は来るんだろうと。さすがですね伊藤 DJ 今のは。スライディングガードあれは全然いいですね。 DJ からすればあれはね全然。おっと離したいって感じですかね。そうですね。さあここまではさあこれは許さない。で回り込む。そして逃げると。無理にはめくりないからですね。さあ近づいた。さあ怖い。さあ分かんないぞ。さあ学校で削り切れなかった。学校でしょ。はい、8番手はトモアさんの1番ですね。ありがとうございます。さあ今日はトモアさんが関東から来てくれました。ありがとうございます。阿部ピンさんの活躍で DJ が勝ってしまいました。そうですね。さあここまではさあ密着だ。これがきつい。さあリーマされると厳しいか。さあ玉打ちだ。さあ玉打ちだ。なかなか寄れないんですよね。やっぱ打ち方がね。はい。さあ4だ。さあ4だ4だ。一発4だぞ。あれ伊藤さんに入るのはすごいですね。小丸ですからね。いいね。逃げてます。さあ立ち上げ、これはかっこいいです。相当プレッシャーかかってるぞ。さあ強引めくり。さあ前常にいいキープして、いい距離をキープします。そうですね。さあ危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。一発圏内入った。力強い。ここは勝負どころでした。DJの意地が見えましたね。こんなところでは負けてられないんだと。さあどっちが勝つか。さあこれはすごいですね今のは本当に。ちょっと反応した。アンペンジャックして逃げる。さあ息を吹き返しましたね伊藤 DJ。 さあ受け取ってないの。さあもう一回投げ、逆に投げる。おっとさあうまいですね。投げ返して、さあ投げて伊藤 DJ 勝って2連勝ですね。9番ではワッセ君の X ダルシムですね。さあキャラの強さを見せつけられるか。さあワッセ君初参戦ですね。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。さあキャラの組み合わせ的にはダルダンが伊藤さん相当出てますからね。ダルシム君はさあ強気。さあ巻き込まれた。なくなってしまう。巻き込まれた。中盤当たらなかった。まずは伊藤 DJ が1本。あの強引めくりがね、あれ貼ってないと返せないんですよ。貼ってればこすらから一応石棺とかに投げれるんですけど、はいはいはい、それを読まれるとあの投げ仕込みでやられるっていうね、裏があるんですけどね、そういう読みになってるんですけど。さあ遠距離で打ち合って
さあ大キック飛んでる。あの後はまた飛んでる。さあジャンプが冴えてますね。さあもう長くない。さあ投げ返せなかった。ここはもう時間つぶすきですかね。ここをしっかり時間使われると結構厳しいですね。さあ踏み込み空で勝ったのは伊藤 DJ 3連勝。はい、10番手はスターさんの X バイソンですね。あいつも対戦してくれます。 DJ バイソンですよ。多分スターさん多分一番やってるんじゃないですかね、伊藤さんとは。そうですね、おそらくお互い多分知り尽くしてるでしょうね。普段はどっちなんですか。どっちが勝てるってことですか。はい、そうですね、伊藤さんが勝ってますかね。ぜひともスターさん引いてほしいです、私のチームで。さっきのの試合ではスターさんが勝てた印象がありますが、おっと、じゃあ行くか。一発勝負だと全然分かんないですね。そうですね。さあここからでも全然気が抜けないぞ。さあ昭和版で勝ってしている。さあ踏んでしまう。さあ、もうショーパンは強い。ショーパンの判定強い。強いっすね。さあ大パンが強すぎる。さあ、さあ入った。ジャックが出なかったか。さあ一気に持っていく。さあスターさんが取り返す。力強いっすねスターさん。すいませんね、あのボタンの不具合でちょっと中断したいします。これはしょうがないですね。すいません。さあ仕切り直して、さあ空気が変わったのか。さあこれで流れがどっちになる。さあダウンさせてヘッドでできるよ回避。プレッシャー半端ないですねスターさん。さあこうなると、さあここでしまう。さあ入ってしまった。さあ入りました。勝ったのは伊藤 DJ、 4連勝。さあ副将眉村さんのですね。ありがとうございます。さあ眉村さんも来てくれました、ありがとうございます。さあこの2人確か大会で5オンで当たった時、確か眉村さん勝ってるはずなんですよね。勝ってる、眉村勝ってる、ね、これはすごいですね。 DJ5 を確か4人倒してるはずなんですよね。すごいですね。僕の記憶は確か7番ですけど、でゆうべがさんの DJ に確かやられてしまうという、ゆうべがベガベガさんの DJ、 なぜか DJ みたいな、確かそのはずなんですよね。僕の記憶で。伊藤さんはここでリベンジできるか。今日はなんかぜひともリベンジしたいって言ってましたね、やる前に。さあ、ここまで丸村さんです。さあ、2分1。ガード不能。まずは丸村さんが1本。さあ、ガードがやばいですね、やっぱ。さあ、はい、おっと89番台はそれがちょっとしけてしまった感じですかね。これは SU にとってはラッキーですね、これは。まあでも DJ からすればまあどうしましょう。じゃあこっから S 流はどういくのか。さあ歩きそばかに今のバレバレだぞ。見せますね。さあ下段を開けない、すごすぎる。さあ伊藤 DJ が意地で取り返したぞ。さあラウンド3熱い。これはお互い負けたくない。ただ俺に回さないでくれ、俺に回さないでくれ。もう真央さんに回った瞬間はもう伊藤さんが近くですからね。もう勘弁してください本当に。さあ一気に試合動きますからねこの組み合わせは。さあ S さあここまでは丁寧な波動で。さあ足払い昇達巻き。さあジャックが反転している。ナイスカードだ。さあスライディングは差しに行かない。さあここまでは伊藤 DJ ペース、すぐ修正しましたこの DJ。 そうですね、修正がやっぱりめちゃくちゃ早いですね伊藤 DJ は。さあさあ飛びが通る。さあジャック、さあ投げに行く。さあ踏み込みすらで勝ったのは伊藤 DJ、 5連勝。大将、はい、マオバルドですね、アメミさん。よろしくお願いします。あの、強かったですね、アメミさん。いやいやいや、あの、さすが関東最初僕、あの、はい、ボタンピローンってやりたかったんですけど、あれ、よくわかんなかったんで、色変わっちゃった。ピローンって何なんですか、ピローンとは。なんか無調整みたいな、無修正じゃないですよね。ああ、そう、そういうやつ。あ、そっち系ですか。さあ、ここは。さあ、伊藤ディジョリードだ。さあ、投げが変だ。さあ伊藤 DJ が先にリーチをかける。真央丸なんて踏ん張ってんぞ。ここまでなかなか勝ってないですからね真央さん。なんとか勝ちたいはずですよ。いつもはどうですか。このいつもあでも本当に勝ったり負けたりですねこの2人は。はい、日に泳ぐって感じですね。さあ前ジャンプ衝撃からテーラー、しましたね、あそこでテーラーを出る。待ったら大パンマシンガンなんですが、
強気でしたね。よかったですね。さあ投げ受け身取れない。お投げ返しにバックジャンプでキック。熱い息を飲む。たまんないぞ。さあ、はい、エキシビジョンですね。はい、早速進ませましょうね、これね。もう、ね、なかったことに。もうなかったことに。はい。さあ、いつも対戦してるこの組み合わせ。はい。これ、関東では、どっちなんですかね。なんか、でも、なんでしょう。この、チューブの対戦を、こう、はい、みんな聞いて、どうなのみたいな、なんか、DJ ちょっと有利みたいな説ぐらいまで、そうですね。今のところ、はい、二村さん曰く、はい、あ、ごめんなさい、間違えた。カットで。カットで曰く、はい、DJ いけると。これは DJ だと。言ってますんで。はい。まあ、それぞれのタイミングで全部変わってくるんですけども、さすがにここまで強くなってるのね。どっちが強いのかというと。あれですよね、龍対チュンリーはどっちなのかとかもう分かんないですもんね、あれも。もうこれもプレイヤーですね、完全に。もう、ふたむら、ふたちゃん対、はい。はい、大丈夫、僕はですけど。伊藤知事。はい、ピーッ。はい。これ相当カットしておきますんで。はい。の戦いがもう、どっちかと。ね、もう。うわぁ。さあ、倉庫行ってる間に。わぁ。取ってる。さあ、いけども、上だ。ここで離してきた。さあ、最初に先手取ったのが、DJ のヤスラ。あ、さあ、やばい。さあ、しっかりガード。さあ、もう一回行く。もう一回行く。さあ、だいぶ離した。どう？さあ、追撃モードに入っている。ガチャモード来てますね。来てますね。はい、さあ、たまった、しかも。エアサがそう考えてない。さあ、波動波動。つまり、おっと、ダメしまった。言葉ないやつですね。おぉおぉダメじゃーんはい、エキシビジョン2は中村さんですね。中村さん。はい、ちょっと時間前に間に合わなかったので、せめてエキシビジョンということで。はい。はい、まあ申し訳ないですが、圧倒的にスタちゃんですよね、これは。この竜は本当にブランカ戦もめちゃくちゃ定評ありますので、中村さん。こう、動いてもいなしてしまう竜ってすごいですよね、こう。固まってこう、なんとか作業にする理由はこうよく見るんですけど、はい、若干さもちろん作業はありますけれども、まあまあそこで前に出たりやっぱり入りますから、すごいですね。うわミッチーこれですね。中までをご推移入れて安全に入れてなおかつシングル蹴るときは、さすが。さすがですねこれは。本人は危ないと言ってますよ今。内容的に危なかったんでしょうか。うわ。刺さりますね。ガンシャは強いですねやっぱり。さあ上地だ。だがそこで終わる。さあここから食いついていく。さあ食いついていく。だが勝利。ここら辺がさすがですよね。やっぱ常にね。これ投げてしまえばこれで一回区切りと思ってますから。今勝利にまた。今では偶然ですね今の。さあバラしてた。さあ一発の範囲に入ったぞ。勝利一発の範囲に入ったぞ。あーきっちり。完璧な勝利ですね。ましたね。はい、第11回東大戦はいかがでしたでしょうか。今回も関東から遠征者の方が来てくださいました。友澤さん、前村さん、阿部斌さん、もう本当に遠いところありがとうございます。はい、そして早瀬君、はい、久しぶりにシャトルに来てくださいました。お久しぶりですね、本当にありがとうございます。はい、総勢24人の参加者、だんだん安定してきましたね。はい、そして動画を見てくださる方もちょいちょい1000人をね、超えてきました。そして、ツイッター、ね、私のツイッターで、お気に入り、リツイート、本当に感謝しております。ありがとうございます。はい。これからも、まあ、頑張っていきますので、皆さんの声ぜひ、お聞かせください。はい。東大戦でどんどん採用していきたいと思いますので、はい。教えてください。もちろん、すいませんが、でも、却下、ね、しちゃうこともありますけれども、とりあえずどんどん来てください。ちゃんと聞いておりますので、これからも応援よろしくお願いいたします。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。じゃね。